ベトナムフエの美味しいローカルグルメ知ってますか？チンジャオナムです。今日のお皿の上のアジアを見ると、ホーチミン市在住のナムおじさんが選んだ本当に美味しいベトナムフエのローカルグルメについての知識が深まります。画面の前の皆さんの応援が必要です。バインミー、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 バインミーを買ってカフェで食べようと思います。レッツゴー。第8位はバインミーです。バインミーはベトナムの伝統的なサンドイッチで、バケットに豊富な具材が詰まっています。手軽で美味しく世界中で愛されているベトナムのストリートフードです。ベトナムでは他店で買った軽食をカフェに持ち込んで食べることは一般的です。ナムおじさんが注文したのは1杯約180円のフィルターコーヒー。ベトナムコーヒーは濃厚さが特徴で、コンデンスミルクを加えて楽しむ伝統的なコーヒーです。あの thể thử cái tiệm có tên là không gian sữa đó là cái nhà hàng thì đúng hơnフエのバインミーはとても小ぶりです。おいしい。無理が60円、やばいです。ブンボーフエ。第7位はブンボーフエです。ブンボーフエはベトナムのフエ発祥の料理です。スパイシーな牛骨スープにブンという米麺、牛肉、豚肉、豚の血の煮こごりが入ります。香辛料とレモングラスが風味を添え、トッピングにはバナナの花やピクルスなどが加わります。コク深さと辛みが特徴で、ベトナム国内外で愛されています。しかしその一方で、お店によってかなり味に違いがあるため、旅行中に自分好みのお店を探すことは難しいと言えます。例えるなら、どの店の豚骨ラーメンが福岡で一番美味しいかを旅行者が決めるようなものです。スープがちょっと甘すぎるかな。ハロモヌイ、ハロモヌイ。そんな個性の強い麺料理のブンボーフエですが、ナムおじさんのおすすめのお店はこちら。観光客が多く集まるエリアにあり、癖がなくとても食べやすいです。ブンボーフエ中サイズ約240円です。比較的あっさりとした味付けなので、野菜を入れたらサテを加えましょう。サテはレモングラスと唐辛子から作られた調味料で、牛肉と一緒に食べるとラッモンです。フエのチェ。第6位はフエのチェです。チェはベトナム伝統のスイーツです。地域やお店によってアジア材料がかなり違うため、一口にチェと言っても説明がかなり難しいです。お盆に乗せられた色彩豊かなフエのチェ。チェクワイ、タンムイガンドンですね。一個一個説明したいのですが、何かちょっとわからないので、とりあえず食べて感想を言っていこうと思います。お芋だと思う。お芋のチェ。ココナッツ。これ緑豆。あ、でもこれジンジャーの匂いだ。日本人でも食べやすいと思います。ハスの実です。バナナ。チェ。うわ、なんかめっちゃうまい。でも日本では買えないです。僕らバッキュー。バッキュー。バッキュー。スポンジみたいな。入ってる。これも肉だ。中にチャーシューみたいなのが入った。一般的にはグラスに入った約120円のチェが人気です。サービスかなーなんて思った分もしっかり請求されました。粉物料理。第5位はフエの名物料理、粉物料理です。フエにはたくさんの種類の粉物料理があります。今回はその中の一つのバインナムを注文しました。チュンチョン。あ、チュンチョン。バインナムはバナナの葉の上に米粉の生地を薄く広げ、中央に具材を乗せて包んで蒸した料理です。一皿に5枚乗って約120円です。青唐辛子の入ったヌクチャムをかけていただきます。うん、具材は干しエビと豚肉から作られています。小腹を満たすのにはぴったりです。
手もかい定番メニューではない豆腐の蜂蜜シロップがけも美味しい。偶然見つけたバインロックのお店にも入ってみました。もうバンバン言うてもトッピングのハムも美味しいと言われついつい追加で注文。一皿で約150円です。じゃあトンメンチョビッマジコロッケ。コロッケのようなあんはジャガイモではなく緑豆と胡椒のあんだそうです。ごちそうさまでした。じゃあね。コムタム。第4位は意外なことにコムタムです。ジャモヌイアサンナイジョイムティッコワ。実はコムタムはホーチミン市の名物料理と言われています。コムタムはヌクマムやハチミツ、オイスターソースで漬け込んだ豚肉を炭火で焼いてご飯の上に乗せたプレート料理です。この日は雨だったのでテイクアウトのお客さんが大半でした。スンオプラ。いや、すっごい煙、でもめっちゃいい匂い。ナモジさんは目玉焼き付きのコムタムを注文しました。コムスンオプラですね。で、これがヌクチャンバース。これでいくらなんでしょう。ちょっとわかりません。後で聞いてみます。ベトナムではスプーンとフォークを使ってご飯を食べるのが一般的です。どうですか皆さん。美味しそうでしょう。味は日本の甘口の焼肉のタレのような味わいです。むちゃくちゃ美味しいです。ヌクチャンが特徴的ですね。エビの香りがして、すごくエビの風味が強くて美味しいです。ベトナムでは生卵こそ食べませんが目玉焼きはよく食べられています。コムタムのトッピングとして目玉焼きの他には豚肉の皮やオムレツなどが一般的です。胡椒の効いた豚骨スープですね。めちゃめちゃこれも美味しい。豚骨。多くのコムタムのお店では彩りの野菜としてトマト、キュウリ、ナマスがプレートの上に乗せられます。ヌクちゃんがもう本当にハマります。いや、全然違う。ハイラム。おお、ハイラム。なんと一皿約150円でした。安くて美味しいだけじゃない、独自の進化を遂げているフエのコムタム、ぜひ食べてみてくださいね。超おすすめ。第2位と第3位。第3位はバインカインです。カニの身のたっぷり入ったうどんのような麺料理です。別の動画を見てね。第2位はバインエップです。もちもちの生地で野菜を巻いて食べる料理です。別の動画を見てね。豚肉の生春巻き。バンちゃんティッテンのお店に着きました。さあ、本当に美味しかったベトナムフエのローカルグルメ栄えある第1位はこちらのお店の豚肉の生春巻きです。この店はスタッフのサービスがとても素晴らしいです。ナモジさんが注文したのは一番人気の焼き豚の生春巻き、約480円です。この料理の最大の魅力はマンゴーを含めた新鮮な生野菜が全て食べ放題という点です。わいわいへんよね。あばーLau là tiêu chuẩn mắm nên và cái này là nước chấm ớt và tăm và sauté và vân vân. ちなみにダナンにも支店があるのでダナンへ旅行する方はぜひチェックしてみてください。青マンゴーの酸味が豚肉の甘みととてもよく合います。フエを旅行する際は騙されたと思ってぜひ一度試してみてくださいね。さて、今回の動画いかがだったでしょうか。次回はベトナム中部ダナンの食文化について紹介していきます。ごちそうさまでした。今日のチャンネル登録者数は473人。皆さんありがとうございます。